どうもこんにちは、しゅんじです。今日は Amazon USA で購入したダイナソートランスポーターを見ていこうと思うんですけど、なんとこちらの商品買った後に気づいたんだけど、 Amazon Japan でも、売ってました。で、値段の方が1428円と安いあの海外で買っちゃうと関税と送料かかっちゃうから、なんで国内で買った方が安いと思いますね。恐竜の形をしたトランスポーターに、なんだろう、小さい恐竜フィギュアが、入ってるようで、何体入ってるかちょっとね、開けてみないとわかんないんですけど、この写真で写ってるのは6体、入ってそうですね。で、くるっと回して、後ろには、これ、サイだ。サイがいてますね。なんかね、違う種類、動物なんかもあるようですね。箱のサイズそんなに大きくないんで、多分中もね、そんなに大きくない商品だとは思うんですけど、はい、取り出します。あ、やっぱりそんなに大きくないですね。こちらですね、全長が約28センチとなってて、以前ね、似た商品ご紹介したことがあるんですけど、こちらですね。すごい、もうキャビン部分がトリケラトプスの頭になっちゃってますね、これね。今回のよりも、もっとこう、リアルな感じの、恐竜の形になってて、で、後ろには、フィギュアじゃなくて、恐竜の頭のプルバックカーだったかな？これ、プルバックカーだったかな？はい、取り出して、これ、プテラノドンですね。これ確か、あ、プルバックカーだ。プルバックカーになってて、3種類のプルバックカーが入ってる商品でしたね。あと、ボタンを押すと、ライトが点灯して光るっていう。あと、サウンドも鳴るんでね、めっちゃ面白い車両でした。この車両かなりサイズ大きいんですけど、こちらと比べると、はい、こんな感じ。やっぱりね、ちょっとちっちゃいですね、今回のは。幅も少し小さいですかね。キャビン部分ね、近くで見比べると、以前ご紹介した方がかなりリアルな感じのね、恐竜の頭になってますよね。今回のやつはね、目とかないんですよね。うん、その辺の違い結構大きいですよね。こちらのトランスポーターね、サイズ、まあ、28センチで、まあそこそこなんですけど、軽いですね。うん、すごい軽くて、で、後ろにフィギュアが乗ってます。1、2、3体乗ってて、あとね、反対側に、3体、合計6体のフィギュアが乗ってるようですね。で、この上のところなんか引っ張れるようになってそうなんで、お、手でね、持つところが小さいけど出てきました。で、こうやって持ち運びできるようになってるようですよ。面白いね、これ。で、あと、タイヤがあって、くるくるね、回るんで、こう下に置いてね、手転がして遊べるようにもなってるんですよね。うん、これ面白いです。で、この運転席部分、キャビンの形なんですけど、フリルがあって、3本の角があります。あと、くちばしもありますね。多分、トリケラトプスでしょうね。フロントにサイドのガラスは黒カラーになってますね。目の位置はちょうどこの辺かな。なんか可愛らしい目とかね、シールペタって貼ったら、めっちゃ可愛くなるかもしれませんね。はい。で、フリルの形ね、すごいかっこいいですね、これね。で、後ろに恐竜フィギュアが、セットされてて、このね、扉部分が透明なんで、中のね、恐竜フィギュアが見えるようになってるんですよね。まあ、この状態でだから飾れますよね。はい。で、後ろテールとかはない。ね、テールとかないんでね。まあ、そこまで細かい作りにはなってないようですね。反対側にも、恐竜フィギュアがセットしてて、あとね、この透明の、扉のところ、車の形がありますよ。うん、これかっこいいですね。で、底面こんな感じ。まあ、特に何もなくて、スピーカーとかもないんでね、サウンドは鳴らないようですね。で、シール貼ってるんで、これ取りますね。では開けましょう。中のフィギュア見ていきましょう。パカッと開けるとこんな、あ、すごい、これ上まで開く。で、あ、もう落ちちゃいましたね。はい、恐竜フィギュアの方を取り出して、あと、この中にね、透明のケースがあって、これもね、取れるようになってますね。これ取っちゃうとね、恐竜フィギュア、さっきみたいな感じにセットはできなくなっちゃいます。そう、この透明のケースはね、捨てない方がいいですね。くるっと回して反対側の恐竜フィギュアも取り出しますね。あー、落ちてきた。恐竜フィギュア6体取り出せました。色はね、オレンジ色と緑の2色になってるようです。購入したサイトに恐竜の名前がね、ちょっと書いてなかったんで、間違えてたらごめんなさい。まず1体目はですね、こちら、ティラノサウルスですかね。アニア、ティラノサウルスと、
大きさを比べると、はい、こんな感じで、アニアよりもサイズね小さいですね。ただ僕ね、もっと小さい恐竜フィギュアが入ってるのかなって思ってたんで、うん、なんか思ってたよりかはちょっとサイズは大きかったですね。色オレンジ色なんですけど、あの上のところは、茶色カラーも入ってて単色ではないんですよね。ちょっとした塗装があってね、意外とよくできてますね。で、大きな頭、目ここです。目の塗装とかはねされてないんですよ。で、口が開いてて、あ、舌がある。で、形はあるんだけど、これもまた細かいね塗装されてないのが少し残念ですかね。で、で、前足2本の指があって、あと、がっちりした後ろ足ですね。筋が入ってたりと、なんかこのバリみたいなのもあるんで、まあそこまでね、クオリティの高いあのフィギュアではないけど、細かいところのね、作り、されてるなって感じですかね。あと、稼働するところはないですね。2体目、こちら、ブラキオサウルスを見ていきます。ブラキオサウルスも色がオレンジ色で、あと首の上のところが綺麗なね緑色で、すごいあのかっこいいですね。で、首が長くて頭小さいです。で、口がねガバって開いてますね。で、がっちりした体、あ、お腹のところねちょっと膨らんでる。で、右の前足ねちょっとこう曲げてるんですよ。歩いてるポーズになってるのかな。そんなちょっとした動きのある形になってそうですね。3体目、プレシオサウルス。体の色がオレンジカラーで、背中のところ、茶色カラーの塗装がね、されてますね。はい、首長いっすよね。で、頭小さくて、口ね、ガバッと、開いてます。で、目の形とかもね、あるんですよ。うん、細かい塗装ね、してくれたらよかったんだけど、あとね、ちょっとしたこのバリね、バリがあるのがね、これまあカットしたらいいんですけど、はい、ちょっと残っちゃってますね。で、足なんですけど、この、パドル状のヒレの形になってて、ね、かわいい。この、前足とこの後ろ足のこのヒレのね、形が違いますよね。で、後ろの尾はね、短くて可愛いです。はい、下から見るとこんな感じです。はい、残り3種類はね、緑カラーがベースとなってますね。で、これなんだと思います?スティラコサウルスかな?なんかそんな気がするんですけど、間違えてたらごめんなさい。緑色に背中のところが黒色になってますね。うん、塗装はね、これそんなに綺麗じゃない。さっきまでの3種類の方がなんか綺麗かった気がする。で、頭ですね。大きな頭。フリルがあって、フリルの周りに突起があるんですけど、で、このね、ちょっとね、残っちゃってるんですよ、これ。なんか、バリって言っていいのかな?なんか残っちゃってるんですよね。これがね、あまりにもちょっとひどいな。ね、結構残ってますよね、このフリルのところね。で、突起が生えてて、で、この頭のところも黒色になってて、で、目がこれでしょ?で、鼻上のところに突起があるんですよね。結構長めの。で、くちばしね、ちょっと開いた状態になってて、なんかポーズ的には、なんだろう、こう、ちょっと、歩いて、威嚇、吠えてんのかな?威嚇してるような、なんかそんなポーズにも見えますね。で、お腹のところね、皮のたるんだ造形とかね、可愛くて。うわ、後ろ足太いな、すごい。ね、がっちりしてますよ。次はね、これアンキロサウルスかな?体の色ね、緑色に、これも黒色の塗装がね、上されてるんですけど、なんか柄とかでもなく、なんかちょっとラインっぽい感じの塗装になってますね。はい、で、頭ゴツゴツしてます。ね、すごい迫力のあるね、頭の形になってる。なんかちょっと怒ってそうな顔になってますね。で、体中にこの突起があってね、鎧のようなね、体になってますね。で、足のところとかもね、突起が生えてて。で、足は短いですね。で、尾の先端、コンボ状の形になってますね。で、最後6体目。すみません。これ何かわかんない。あのね、ケラトサウルスかなって思ってたんだけど、あのね、前足の指がね、3本しかなくて、4本じゃないんですよ。で、緑カラーにこの上のところが黒色になってて、まあでもね、こう、パッと見た感じは肉食恐竜っぽい、気はするんですけどね。で、前足そんなに長くないですね。で、がっちりした体。なんか背中のところね、小さい突起がいっぱい生えてて、で、後ろ足ね、太くてがっちりしてますよね。はい、こんな感じですね。で、後ろの、尻尾の部分結構長いです。で、名前わかんなくてごめんなさい。もしわかる方いらっしゃったらぜひ教えてください。
こちら恐竜フィギュアが6体入ったダイナソートランスポーターをご紹介したんですけど、うん、恐竜フィギュア の, あの、ね、作りにはちょっと荒い部分とかね、あと塗装とかあの細かい塗装されてないんで、そこまでめちゃくちゃクオリティ高いわけではないんですけど、サイズの方ね、思ってたよりかは、大きかったんで、手で持ってね遊んだり、あと飾ってもねいいと思います。で、車両ね、キャビン部分が、トリケラトプスのような形になっててまた面白い形になっててね、恐竜フィギュアを後ろにセットして、そう、手でね持つところもあるんで、持ってどこかに持って行ったりすることもできるんで、結構便利な、作りになってました。またね、気になった方は一応リンクの方ね、概要欄の方に、貼っときますんで、チェックの方してください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。